大劇で忍者が何枚も手裏剣持ってこういう感じで、これも嘘です。手裏剣はこんな風に打てないし何枚も持てません。それは一発が 200g あって重いんです。こんな重い手裏剣何十枚も懐に入れてるわけだ。大体忍者は一発ぐらいしか持っていなかった。手裏剣というのはもう自分がダメだ、ここでやられるという時に最後の切り札で使うのが忍者の手裏剣なんです。よく水戸黄門の中で木の上から忍者がバババッと手裏剣、あんなたくさん投げてですね、現場に手裏剣を打てたら忍者がやったってすぐバレますから、そんなことまずやらない。手裏剣の刃の周りには毒がついたり、トリカブトですから、かすっていくだけでも傷口から毒がある。重いから殺傷能力がある。今からこちらの板に手裏剣打ちます。ドンという重い音をよく、ではまずは十字手裏剣。それでは十字手裏剣を2枚打ち。もちろん難しいから六方手裏剣3枚。セイッ。これぐらいやらなきゃ皆さん200円払ってる価値がないわけです。テレビだったらこう撮り直ししたらいいわけです、ね、生で見せればそういうふうにいきません。こうバーッと絵になるように訓練する。カバンです忍者がなぜ鎌をよく使うのか、それは農民が多かったんです。今私がこんな格好をしてますが、こんなのは東映が考えた時代劇場、本来忍者こんな格好はしてない。しかし、ショーのためにはこんな格好してた方がいいわと、来てるわけです。お百姓さんとか、まあ、大道芸人とか、曲芸師に化けて、農具に化けて、鎌で草刈ってるふりしてます。ゲリラ戦法です。敵が来た、鎌持ち替えて、負けると、手裏剣になるんです。鎌が手裏剣されます。では次に二丁鎌の技を